いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、リフォルテック竹屋ですね、不動明王のフィギュアを置くということでお話します。リフォルテック竹屋なんですけども、これ海洋堂っていうところでフィギュアを作ってるところなんですけども、この中でも、人物クリーチャー造形においてこの世界的な知名度を持つ竹屋隆之さんっていう人が、企画デザイン原型制作、彩色という色まで塗って装飾を行う、リボルテック竹屋っていう、こうフィギュアを専門に作っているところがあるんですけども、ここがなんかあの仏像シリーズっていうのをこう作ってて、不動明王だけじゃなくてもいろんな仏像をこうフィギュアでこうあの動かせるんですよね。ポージングが作れるっていうか、本当にこう仏像をフィギュアにしてしまうって非常にいいですけどね。なかなかこう、いろんなあの木彫りの像、仏像とかいろいろあって、家に置いておくっていうのはなかなかこう、おどろおどろしくて、難しいところあるかもしれませんけども、こういうのを置くと、もともとその、自分もその、定期的に、不動堂って言ってね、不動明王にお参りをしてるんですけども、身近にね、こういう不動明王が、こういうフィギュアでなくても、掛け軸でも、それから木彫りの像でも何でもいいんですけど、そういうものが一つあるとなんかこう落ち着くなというふうに思うんですよね。不動明王っていうのはその密教の中でも、五大明王の一つで、煩悩に迷い仏道に従わない民衆を無理やりにでも正しい方向へ導いて、人間界のあらゆるその煩悩を焼き尽くすっていうふうに言われているので、こういうものをちょっと頭の中とかイメージしてこう行動すると、なんかね、ご利益というか、道に迷わないっていうふうに思う、気がするので、ご利益というか、自分のなんかこう、気持ちをこう、コアをね、見守ってもらうというかね、こう、浄化するというかね、そういうなんか効果がこう、あるように思うんですね。なのでいろいろこう探すんですけども、木彫りが高いですし、このフィギュアってもう、わずかね、13センチぐらいしかないので、ちっちゃいんですけど、やっぱりこう大きな像っていうのも魅力はありますけど、こういう小さな像でこう手でね、こう触りながらこういろんなこう可動域が多いんで、その手とかね足とかを動かしてこう迫力のあるね、なんかこうポーズをつけてこう置いておくとなんかこういいなっていうふうに思います。この竹谷隆之さんという人はなんかこう結構独創的ですごいなと思いますね。こういうクリエイターの人っていうのはなんかこういろんなことを知ってるように思うんですけど、なかなか情報が少なくて、いろんなねこういうものを通じてねいろんな人を知るっていうのもいいかもしれません。今日は短いですけども、不動明王の像ですね。今回は、リボルテック竹屋、不動明王のフィギュアを置くということでお話しました。ありがとうございました。